今日もこの時間が来ました。父ちゃん分かってや好きでやってんちゃうで。お前のためを分かってんからな。分かるか。分からんやろな、その顔じゃ。分かってないやろ。なんでこれが必要なんかな。分からなかんよ。とりあえずまた変わってから一向にいい顔をしないというねえ、はい、ちょっとまだ本気で噛むからね、噛ますんですよ。はい、噛み、なんで今日が怒ってんの、はい、坊ちゃん、よいしょ、なんでそんな怒んの、そんなん大げさにせんかて、うん、あら、下行った。まあ、逃げんようにする方がいい言うてたけど、やっぱりここはね、ちょっと上行ったり下行ったりする方が、この子のためにいいかなと。本気で噛んでんね。はい。なんでそんな噛み癖なったんや、お前。なあ。なあ。なんでそんな噛むんや、うん、なあ、もーちゃん、どうしたんや、はじめは絶対怒んねんね、はい、目の前に現れたらちょっと怒るんよね、はい、はい、なおーちゃん、うん、この子の時にね保護したこの子はどんな子になっててんのね、ほんまに子猫から育てたらこんなになってたんかな、なあ、それやったら性格じゃないもんね。子猫から育てて、ね、あの、懐いてんやったら性格じゃないと思うし、ね、子猫からこんな性格、育ててもこんなんやったら、多分、性格や思うんやけど、多分怖い目したんと思うんやけどな。どうなんのちゃん。ポンさんにはそれが分かれんからな。そんなだけど怖い目するようなとこちゃうかったはずやで。まあだけど、まあ猫を迷惑に思ってる人たちは多かったんですよ、ここ。ねえ。だからなんかされたか？なあ。そうやなかったらそんな怒ることないやろ？なあ、もーちゃん。ちゃん。なんでそんな怒ってんや？え？なあ。ちょっとずつね、体を動かして色でね、なんでそんな音気で噛むんや、いきなりやもんね、俺ほんまにな、あ、何もせんやろ、なあ、何もせんやん、そういうの一人で怒ってんやで、もーちゃん、ちゃうん、はい、色男がまずかったら怒んね、これ。よしよし。はい。ねえ、ほんと、おぉ、言わんかったり。ねえ、なんなんやろね、一体。
本気で噛んでくるね、まだ。どうしたらいいかね。まあ、時間が解決すると思ってんやけど、まあ、鼻出てるやん。なんぼでも噛んでええよ、な。なんもせえんやろ。それ覚えなさい、ちゃんと。攻撃してけんやろ。それをさっき覚えなあかん。絶対に。な。ね。まあ、なかなか難しいことです。今日はこれぐらいしとこうかな。ね。まだ月曜やし。ね。ねえ、ぼんちゃん。もう一回だけ。うん。早くなれよ。な。頑張ろうな。な。絶対、ええことあるから。な。人間となれたら。な。わかった？